人追ってきたけどやめた。でっかいのいる。あ、食った。オッケー。うわ、来た。2匹おる、まあ、3匹おる、いや4匹おる、めっちゃいるここ。あ、食った、食ったよ。おら、攻撃的ハドル、オッケー。攻撃的ハドルが結構か。いや、ほら、持ってこれないぐらい。あー、はい。いや、全部持ってくれば何かしらあるだろうなと思って。食ったよ。でか。寒いですか？オッケー。攻撃的ハドル、攻撃的ハドル。大田ね。うん。攻撃的ハドル。えぐいよ。6まで行っちゃうんじゃん。攻撃的ハドル、えぐいよ。6までちゃう。攻撃的ハドル。毎日バス距離。今日はね、この今日はですね、このハドルトラウト、まあご存知の方も多いと思います。ものすごくやばい釣りベイトです。で、まあこれね、パッと見て分かると思います。まあ並べてみましょう。これがいわゆるハドルトラウトの6インチで、これがハドルトラウト通称68と言われるモデルで、こちらね、ハドルトラウト8インチのテールがついてます。これですね、これがまあ通称ハドルの8。これと一緒の、まあ通称ブリンブリンテールって言われてるんですけど、このブリンブリンテールがまあついてるんですね。こうで、まあブリンブリンテールのまあちょっと動き見てもらいましょうか。まあブリンブリンテールっていうぐらいなんで、あのブリンブリン動きます。でね、こうキャストして巻いてくる。結構力強くテールを押してきます。で、まあ、このねルアーが僕の最近お気に入りなんですけど、まあ、ちょっとこれ使い始めたきっかけとしては、あの若干ねクリアなリザーバーが濁って、まあ、若干こう、まあ、普段こんぐらいクリアなダムがちょっと雨の後で濁ったりした時にこの波動が効くと。で、このトラウト系ものすごく釣れたんですね。で、まあ最近それに注目して使ってたんですけれども、今までこのハドルトラウトってあんま出番なかったんですよ。っていうのが、まあ見てわかるようにこう、まあ、沈むんですよ、要は。だからもう最初のデフォルトの状態でもうこのシンキングスピードがなんですよ。これがね、結構キャストして巻いてくると、まあまあ深いレンジを泳ぐんで、いわゆる春先の、まあスポーン絡みとかの時期に、よく釣れると言われているハドルトラウトの、まあ、すごい使い方には、好む気なんですよ。まあ本当スポーニングの時期なんか、ほぼほぼフローティングにしたり、もうデッドスローシンキングして表層付近とか誘う。で、このテールだと、デッドスローでの反応が悪かったり、まあ動きが大きすぎて、あとね、バスのこう、吸い込みが弱い時にかかりづらかったりして、意外とこれね、68、まあ、あんまりこう好きっていう人もあんまりいないのかなとか感じたりしてるんですけど、これ、まあ、これがいわゆるね、本当の宝物、多分メルカリやヤフオクとかですごい額がつく、まあ、いわゆるこんな感じです。はい、まあ、浮くんです。要はこれを皆さんが、まあこう、みんなこうね、これに、いろいろ、重りを張ったり、まあ重りを張ったりじゃない、重りをネイルシンカー入れたりして、もうほぼほぼ浮くような状態で、I字で使ったりとか、まあほんとスポーニング機に、もうテールだけピラッ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 って動かして、で、でっかい、まあ大体メスが食うんですけど、そういった使い方されてると思うんですね。
で、まあ、これは僕ももう従来の、ね、ハドルトラウトとして大事に使ってまして、この68、まあ家でずっと眠ってた68、まあ全部で3個ぐらいあるんですけど、これの威力が最近半端ないんで、まあ、やや早めのリトリーブ。普通の巻物としてこれを使っていきます。これが本当にやばいんで、まあちょっとやっていきたいと思います。いや確かに泳いで聞こうか。探してて適当に、うん、なかったっす。ない多分見ないっすね。バスまたいる。いやっていうか食った攻撃ハドル怖いこれがハドルじゃなきゃ釣れない湖ですよ。行ってみるよ。もう一回行くよ。じゃあ攻撃してハドル。あ、AM でもいいけど。置いとくよ。ちょっと置いとくわ。行った。あ、行った。行ってしまった。これ食うんじゃない？やっぱ食わなくなったね。めっちゃ追ってるけど。やっぱさすがに。それで M 食わなかったら、なんか魚の変えちゃった方がいいんだよ。うん。わかった。攻撃のハドル暴れた。やった。ちょっとちっちゃい方がいいのかな。ダメだったら最後ダウンショットのフォロー入れれば。はい、いいよ。シャロン投げてきな、シャロンの方。あ、食った。ほら、また横から食った。やっぱ正直。来るんじゃない。針かかってないしね。あ、来た。攻撃的ハドル。もう一回。うん、いいよ。あ、取るな。もう食うか分かんないよ、さすがに。ほら、もう。いや、もうバスにお願いして。俺。また来た。攻撃的ハドル。暴れた。まあ、そっか、スマホがあれば、まあ、なんか。うん。普段はそう、忙しいけど、そういう時ぐらいはちょっと、スマホ、あ、来た。また食った。攻撃的ハドル。お前がバチャー。おっと。攻撃的ハドルです。アシストブックにハドルです。このサイズですわ。これフリーリグかなんかにするか。ミミズのまましとく、はい、まだ。ほら、食った。攻撃的ハドル。できたよ。ほら、もう一匹ついてきてる、後ろからね。当たった気がする。うん、分かんない。あ、やっぱ来てた。当たった気がするってことで、当たってた。やっぱ、うわ、しかもでかっ。当たってたんだ、やっぱ。ここまた出るわ。絶対出るわ、ここ。うわ、食った。よし。
おし、ちっちゃい。ありがとう、バレ。俺も乗ってたから分かるんだよ。空気たまり入れてたもんな、ガソリンスタンド行った時。やっぱ、現状ね、車よりも、あっ、こういきざる。こういきざる。オッケー。このサイズはもう、ありがとうって感じです。もう一匹、あ、来た。飛んできてるけど、距離がもうない。沈ますよ。テコテコ。俺がカウンターで壊したけど。ういほら。いい。来てる。待ってる。攻撃的ハドル発動。攻撃的ハドル発動。行くで。ほら。攻撃的ハドル。今分かったかな。これ通す角度重要なんだよね。このニュートラルな群れを通す。はい、ありがとう。なんかそこの周りだけはやっぱギルとかバスとかちょこちょこやっぱ どっからかやっぱ流れついてきたんだろうね。そこで繁殖していっぱいいるけど、あ、食った。攻撃的ハドル。あ、ちっちゃい。あ、で丸飲みしてる。オッケー、いいね。ありがたいよ。取れた。あ、取れた。オッケー。この瞬間が食ってくるから乗らないんだよ。落ちパクに近すぎてちょっと。食った。近づいて食った。どんぐり。もうゴリ巻きハドルしとこう。でかいな。これ今日でかくない？これ。ありがとう。ありがとう。